ゲルハルト・ハナッピ・シュター・リオンは2015年までオーストリアの首都ウィーンに存在したサッカー専用スタジアム。元 SK ラピードウィーンの選手でもあったオーストリアの建築家、ゲルハルト・ハナッピの設計で1977年に完成。オーストリアで最も人気のあるサッカー専用スタジアムの一つであった。オーストリア・ブンデスリーガの名門 SK ラピードウィーンの本拠地であった。 完成当時の正式名称はベストシュターリオンであったが、1980年代までオーストリアへ代表出場試合記録を保持するなど、優れた選手でもありながら優秀な建築家でもあったゲルハルト・ハナッピを称えて、1981年に名称ゲルハルト・ハナッピ・シュターリオンに変更された。完成当時は、収容人数2万700人であったが、幾度かの修築工事が行われ、 最終的な収容人数は18,422人になった。長年オーストリアブンデスリーガで監督を務めたイビサ・オシムは、ゲルハルト・ハナピ・シュター・リオンは、サッカーの大聖堂だとその雰囲気を称えている。オーストリアカップの決勝戦が定期的に行われていた時代もあり、ホームチームの SK ラピードウィーンの公式戦のみならず、オーストリア A 代表チームの親善試合等も、 行われていた。SK ラピードウィーンは UEFA が主催するヨーロッパカップでの試合では対戦相手、またそれによって見込める集客数によって、トースタジアム、もしくはエルンスとハッペルシュターディオンを使用していた。2014年から2016年にかけて、トースタジアムの解体作業及びトースタジアムと同じ、敷地に完成した新スタジアムアリアンツシュターディオンの 建設作業が行われていた間、SK ラピードウィーンは、エルンツとハッペルシュタリオンを、ホームスタジアムとして使用していた。新サッカー専用スタジアムのアリアンツシュタリオンは2016年7月に、開場した。ありがとうございます。